ゆっくりの、怖い話。隣のおばさんがやばい。2チャンネルオカルトいた、ほんのりと怖いスレにて、隣に住むおばさんが狂ってると報告する者が現れた。ほんのりと怖い話スレ、その85。ここはほんのりと怖い話を書き込む場所のはずが、結構シャレにならない話が書き込まれました。心霊ではないですが、つい昨日の話です。1年ほど前に夫の仕事の都合でとある県に引っ越しました。5歳の息子がよく癇癪を起こして近所迷惑になるため、一軒家を借りました。隣には50代の女性が住んでおり、すぐに仲良くなりました。夫を亡くして一人暮らしをしており子供もいないため、息子のことを可愛がってくれました。竹とんぼみたいな懐かしいおもちゃやフルーツ餅などの駄菓子をよくくれました。昨日、買い物から帰ってくるときそのお隣さんがうちの家に向かっているのが見えました。手には棒キャンディーを持っており、庭先で遊んでいる息子にあげようとしてくれてるんだなと思いました。すると、庭先に入る前、息子から四角の位置で立ち止まりました。どうしたのかな、と思ったら、おもむろにキャンディーを袋から取り出し、ベロベロ舐め、袋に戻しました。一瞬、何が起きたかわからず、声をかけるのに躊躇していたら、おばさんが、〇〇ちゃん、飴食べん、と言って、先ほど舐め回したキャンディーを息子に突き出しました。とっさに、食べちゃダメ、と叫んだら、おばさんがゆっくりこっちを振り向いて、いつから知ってたの、と無表情でつぶやきました。こちらが心臓バクバクで言葉に詰まると、無言で家に帰っていきました。とりあえず、それで終わりですが、夫が出張で家を開けてるので、非常に怖いです。隣にヤバい人が住んでるという緊急性のある怖さです。スレたい通りで面白い、経過報告頼む。ほんのりとレベルに感じる人もいるようです。生活痛いけ、今すぐ引っ越し、これからどうなるのか気になる、てか、そんなんが隣人とか怖すぎ。早速の経過報告です。先ほど、隣のおばさんが謝りに来ました。キャンディーの件は、古かったので味が悪くなってないか確かめたとのこと、言い訳としては苦しいですが、気持ち悪かったので、衛生的に良くないので今後やめてください、と言い許しました。変に指摘して逆切れとか怖いですからね。怖かったのが、おばさんが会話の最中に何度も咳払いをしてたので、具合悪いんですか、と聞いたら急に無表情になり、具合悪いんですか、オウム返しされました。朝の支度があるので、これで、と帰ってもらいましたが、怖かったよ。もう警察に相談しといてもいいかもしれませんね。お気の毒に隣人が気違いだと怖いよね。他のご近所に、そのおばさんの評判聞いてみたら、怖いよその人、ほんのりじゃなく怖い。しかしここで妙なことを指摘する者が現れました。一件やってあんた。これは最初のレスの、ここのことを指摘しています。一軒家の間違いだろ。県を県と勘違いしてる奴は多いけど、家親と書くのはひどすぎだ。そして、一をアラビア数字で書くだなんてあんた、親として何もかもダメダメすぎるわ。え、何こいつ、たかだか5字で突っかかりすぎだろ。吉野家って書くやつ、多いけどな、いちいち5字を指摘するやつって、リアルで話し相手がいないんだろうな。ああ、5字ったんだな、そういうこともあるよな、って済む話。隣のおばさんも怖いけどこういうやつも怖いしキモいです。気を取り直しておばさんの話です。一軒やって、一文字ずつ漢字変換しなきゃそんな妙な字面にならない。え、まだ言うの？いい加減空気読んでください。一軒家って素直に一軒家と出るのみだ。つまり5変換じゃなく、自らの意思で一文字ずつ変換している。つまり、一軒家が正しい漢字であると思い込んでいる可能性が高い。この親として、恥ずかしい語学力じゃねえか。しつこく脳が汚れるお前は人として恥ずかしい。緑文字みたいなことは俺も思った。でも指摘する気にはならなかった。917は話が上手かったし、面白かったから、それで十分だと思った。緑文字、お前は何しにここへ来ているのだ。フルボッコにされててわろた。これでもう帰るでしょう。俺は正論しか言ってねえよ。頼むからもう帰ってくれ。学生時代にきちんと勉強しなかったから、今こんなところでいらぬ恥をかくはめになるんだろ。誤字脱字を指摘されたくなきゃ、書き込みボタンを押す前に遂行すればいい。一軒家は誤字ってレベルじゃない。大人として常識を疑われるレベルだぞ。2チャンネルに書き込む時に遂行してる人なんてほぼいないだろ。一軒家じゃなくて一軒家が正しいよ。相手のミスを指摘するというのが目的だったらこれだけで済む。緑文字お前ろくに友達いねえだろ。お前ら揃いも揃ってめんどくせえ奴らだな。間違いの指摘の仕方なんざ、俺の勝手だろ。構成やじゃあるまいしよ。一番めんどくさい奴が何か言ってます。二ちゃんで誤字指摘、かっけえ、明らかに敵しかいないのに、食い下がって不毛にわめき散らしてるお前が一番めんどくせえよ。一軒家、ただ間違えただけじゃんめんどくさ。正論しか言えない人間は周りからバカだと思われていることに気づかない。普通はそれを踏まえた上で話をしてるんだから、ほんのりと怖い一軒家スレでやれ。どんなスレだよ。その後も緑文字は孤独な戦いを続けました。これだけ指摘されながらも自身の空気読めなささを理解できないのは強すぎますね。やはり2チャンネルは怖いところです。なぜ私は本筋以外の話をまとめてしまうんでしょうね。隣のおばさんに話を戻します。皆さんですありがとうございます。私の誤字でスレが荒れてしまい申し訳ございません。東方、携帯からの投稿であり、予測変換の選択を誤ったことが誤字の要因でございます。肝緑文字のせいで相談者が気まずそうじゃねえかよ。
おばさんの件とは別に、ここ2週間ほど不眠が続いており、正常な思考ができておりませんでした。今後気をつけますが、万一誤字などがあった場合は前後の文脈から意図を推測していただけると幸いです。スレも終盤ですので、次スレが立つまで本日の出来事を書き溜めておきます。ちなみに、おばさんに対するご近所さんの評判はいいです。私も以前はそうでした。では次スレで。一お疲れ様です。前スレでお隣のおばさんの変な行動について書いたものです。おばさんやばいです。こっちも頭がおかしくなりそうです。本気で引っ越しを考えてます。長文で申し訳ないですが、一旦書き溜めていた昨日の出来事を書きます。昨日の朝、息子を幼稚園に送るため恐る恐る外に出ると隣のおばさんが、見計らったように窓を開けこっちを見ながら何度も咳払いをしました。顔は例によって無表情です。私は小走りでその場を離れました。幼稚園に送った後、私はそのままパート先へ向かいました。パートが終わり、幼稚園に息子を迎えに行き、帰りに家の近所のスーパーに寄りました。店内でおばさんに遭遇しました。一瞬、ストーカーかと焦りました。このスーパーでは以前からおばさんと出会うことも多く、偶然だと思いますが、あらバツバツ、私の名前、さん、とおばさんは気さくに声をかけ、今日は惣菜が特売だとか普通の世間話をしてきました。この時のおばさんは全く妙な様子はありませんでしたが、昨日からの行動に私は苦笑いしかできず、いそいそスーパーを後にしました。別れ際におばさんは、なんかバツバツさん今日は上の空な感じやけど、悩みがあれば相談乗るよ、と励ましてくれました。主な原因はあんただよと思いながら会釈しときました。自宅への帰路で何度か後ろを振り返りましたが、尾行はされてませんでした。自宅の鍵を開けると留守中のおばさんの家を眺めながら、身寄りがないから、私が病院に連れて行ってあげた方がいいのかなぁ、とぼーっと考えていたその瞬間、ガラッとおばさんの家の窓が開きました。おばさんです。またこっちを見て咳払いをしました。私は悲鳴を上げ、急いで自宅に入り鍵を閉めました。なんで私たちより早く家に戻っているかわからずパニックになりました。私たちはスーパーから自宅への最短ルートを通って帰っていたので、私たちに見られずに先回りをする方法は一つしかありません。他人の家の敷地に入り塀をよじ登ることを3件ほど繰り返し、スーパーから一直線に自宅へ向かうことです。想像すると本当に気味が悪いです。ここまでが昨日書き溜めていた内容です。昨夜、私が就寝しようとしたら、外からおばさんの咳払いが聞こえてきました。怖くて外を見ることができませんでしたが、おそらく窓を開けてわざと私に聞こえるようにしていたのだと思います。1時間おきにその咳払いは聞こえ、朝の5時まで続きました。一睡もできませんでした。4時頃の咳払いの時だけ、バツバツさん聞こえてるの、と私の名を呼ばれました。私は物音を立てないよう息を潜め、7時頃トイレに行き出張先の夫に電話しました。東方九州ですが、夫は現在東北にいます。明後日の夜には仕事を切り上げ、帰ってきてくれるようになりました。今朝、家を出る時は、おばさんを見ることはありませんでした。とりあえず、以上ですが、また大きな進展があれば報告させていただきます。隣のおばさんが人間離れしてきていますね。そうか、怖かったろうね。おばさん自転車で先に家に帰り着いたとかもなさそう。または双子で咳払いのおばさんと普通のおばさんと二人いるとか、は、ないか。自宅の周辺が変な地形をしていて、最短ルート以外だと、バイクでも先回りは難しいんですよね。双子の可能性はわからないです。多分大丈夫だとは思うが気をつけてくれよ。九州か、近いなら咳払いおばさん観察しに行きたいな。異常な時間の咳払いとかは録音しておくといいかも。あと、日々の記録、日付、時間付き、にしておくと何かあった時の証拠になるよ。心配する住人たち。しかしここで別の可能性を書く人たちも現れました。あなたが統合失調症の可能性は、統合失調症の人間は妄想を現実のことのように話すこともあるらしいから、バカにしているわけではないけど話ができすぎているから単純に被害妄想が強い部分もあるのではないかと思う。正直俺も19と同じ印象を覚えたし、その可能性も真剣に考えてみた方がいいよ。やっぱ糖質っぽい印象を持つ人が他にもいたか、なんとなく文章が糖質の人の文章に似てるんだよね。旦那さんが帰ってきたら旦那さんに確認してもらった方がいいかも、その隣のおばさんの異常行動が事実なのかどうか。雨と一連のやり取りは気持ちが悪いけど、確かにストーカーされてるかもとか、咳払いの下りは、思い込みもあるかも、と自分も思った。筆者を批判しているわけではないけど、最近ここやたら過剰反応する人が多いから書くかどうか迷ってたら、他にも同じこと思ってる人がいたので、丸々かも、これ考え出すとキリがないからね、あまり神経質になりすぎない方がいい。おばさんではなく投稿者がおかしくなった説を押す住人たち。すると投稿者は、皆様レストご心配ありがとうございます。今日はおばさんの姿は一度も見ませんでした。ご指摘いただいて気づきましたが、自分が統合失調症という可能性はあるかもしれません。自分としては、記憶もはっきりしているつもりですが、息子に、隣のおばちゃんに近づいちゃダメよ、と言ったら、息子が、嫌だ遊ぶ、と言って癇癪を起こしました。前スレで、犬を手名付ける際に自分の唾液を含ませた餌を与えるという手法がある、と書かれた方がおりましたが、まさにこれの術中にはまり息子は洗脳されたと思いました。今思い返せば、これも被害妄想の一種だったのかもしれません。とりあえず、夫と電話が繋がったら自分の精神状態も含め相談してみます。皆様からいただいたご意見を参考に、様々な角度から考察をいたします。どうやら自分側に問題がある
ある可能性も冷静に見れるようです。しかし、やっぱり汚い咳払いしてる。さっきトイレでパンツを下ろしたら、外から、その尻か、と大声で叫ばれました。やめろ、と叫んだら咳払いが聞こえなくなりました。マジ最悪。おばさんからの幻聴がまだ聞こえるようです。住人たちはレコーダーや近所の方に聞いたり、本当におばさんが言っているか確認するように書き込みます。ご指摘の通り咳払いは幻聴で間違いなさそうです。咳払いは延々と続いています。どんどん音が大きくなっています。IC レコーダーはないので携帯のレコーダーで録音しましたが、キチガイババアの咳払いは入っておらず、私の声だけでした。夫と電話がつながり、キチガイババアのトイレの盗撮と息子の洗脳について話しました。今日は帰ってくるはずだったのに帰れないと言い出しました。キチガイババアが帰ってこさせないように脅したのでしょうか。てか、どうやって夫の携帯番号を入手したのかが不思議でなりません。キチガイババアには私の番号しか教えていないはずです。本当に怖すぎます。次、何かあったらダメ元で警察に電話してみます。キチガイババアの暴言は幻聴ではないと思いますので、次は録音してみます。さっき魚をさばいていたら、キチガイババアに何度も、下手くそ、と外から言われました。レコーダーを録音開始しようとした瞬間に黙り込みました。もう我慢できないので怒鳴り込みに行きます。息子に何かあってもいけないので、今は怖さより怒りの方が強いです。念のためご神用に持っていきます。何を持っていくんです。ちなみにこれが最後の書き込みになりました。次だったら、そろそろ潮時だし、ガチならあなたがこれから行くべきところは、おばさんの家じゃなく、心療内科だと思う。なんかどんどん大げさになってる。キチガイババアとか言い出したあたりがほんのりを超越し始めた。結局、釣りだったの、ガチで書いてるならマジ基地の素質あるよ。さすがに急展開すぎて残念、釣りだろうけど、ご神用に何を持っていくと書きたかったのかね。果たしてこれは狂ったふりをしていただけなのか、本物だったのか、どちらなのでしょうか。いかがでしたか。隣のおばさんがおかしいと思っていたら、書き込んでいる人がおかしかったという話でした。まあ演じていた可能性も否定はできないと思いますが、最後におばさん家に突撃して警察沙汰になり、掲示板に来れなくなったという可能性もありますよね。皆さんはどう思いましたか？ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。